こんにちは、いつみあいです。今日はチャーシュー料理第3弾、一度作ったチャーシューを3回楽しんじゃいます。簡単安心安全ハッピー、あいちゃん食堂へようこそ。オープンです。今日も皆さんにはすでにお馴染みのポシェと一緒です。ポシェです。もうバーン。今日は前回作ったチャーシューを使って愛ちゃん特製チャーシューサンドを作ります。それでは材料を紹介します。前回作ったチャーシュー、相変わらず美味しそうです。3日経っても美味しそうです。そしてレタス、粒マスタード、バター、白ごま、そして今日は特別に作りましたお手製パンです。今日はサンドイッチ用のパンをなんと自分で作っちゃいます。まずはお水を流し込みます。そしてこのパウダーを入れていきます。そう真ん中にくぼみを作ってドライイースト入れちゃいます。あとは蓋をしてスタートボタンを押して3時間待つだけで出来上がります。楽しみですね。できてるかな。開けてみます。緊張の一瞬。おー、綺麗。ザザザザザン、ザーン、見えますか。すごいふっくら、美味しそう。はい。おー、ほわほわ、これ見てくれ、すごい柔らかい。これ美味しいですよ。では次に具を焼いていきます。熱したフライパンにバターを溶かしていきます。バターはすぐ焦げてしまうから気をつけてくださいね。そしてなんとこのバターでチャーシューを焼いてしまうんです。意外でしょ。でもこれが結構美味しいんですよ。バターのコクがまたこのチャーシューにつながるととっても美味しくなるんです。白ごまを振りかけます。白ごまをかけることによってまたこのごまの風味が出ますから、より一層美味しさが増します。たっぷりかけちゃいますね。おお、美味しそう。さあ、お肉が焼けました。マヨネーズと粒マスタードを混ぜていきます。こんな感じで作ってください。あとは用意した具をどんどんサンドしちゃうだけです。チャーシューを乗せていきます。乗せていきます。あー、これも美味しそう。もうすでに美味しそう。パンを乗っけて出来上がり。それでは今日も皆さんと一緒にご飯にします。いただきます。バターの風味が加わるとなおさら美味しくて、皆さんも試してみてくださいね。またね、バイバイ。